今回は霞柱時任無一郎について語っていきます。原作はもちろん小説やファンブックの内容を踏まえて語っていきますので、この動画を見れば時任無一郎という男の生涯をもう一度振り返ることができます。まずはプロフィールです。誕生日は8月8日、年齢は14歳、身長体重は160センチ56キロ、出身地は東京府南多摩郡影信山、これは今でいう八王子や影信山のことを指します。そして趣味は紙切り、折り紙、死ぬほど飛ぶ紙飛行機を作れる、好きなものは風呂吹き大根。それでは彼の生涯について振り返っていきましょう。時任無一郎は蕎麦人、今でいう木こりの家系の次男として生まれます。幼少期はそれなりに幸せに過ごしていた無一郎ですが、ある日悲劇が訪れます。それは母親の病気です。母の病気を治すために無一郎の父親は嵐の中、危険も顧みず妻のために薬草を取りに行きます。その時無一郎の兄である雄一郎が必死に止めましたが、それでも父親は止まりませんでした。誰かのためにすることは巡り巡って自分のため、父親はそのように考えていたんです。しかし雄一郎の心配は的中してしまい、山の中で父親は命を落としてしまいます。その結果薬草は届かず母親まで病死してしまいます。この段階で無一郎の両親は亡くなってしまい、残された家族は兄である雄一郎、そして無一郎だけになってしまいました。無一郎の父親に関しては一見すると子供でも分かるような、そんな危険を犯して死んでしまったので、ちょっと考えが足りない人なのかなとか、そんな風に思われがちなんですが、彼はやっぱり優しかったんだと思う。あくまで僕は僕の予想なんですけど、きっと無一郎のような自分の身の危険を顧みない、それよりも大切な人のために命を懸けられる本当に尊い人なんだと思いました。鬼殺隊で鬼と戦って命を落とすのも、妻の命を救うために危険な山に薬草を取りに行くのも、僕は同じぐらい尊い行動だなって思います。ともあれ無一郎はしばらくは兄である雄一郎と共に過ごします。二人はまだ子供ですが、それでもたくましく生きていきます。そんなある日です、鬼殺隊から無一郎および雄一郎に対して入隊の依頼が来ます。なぜ木こりの息子たちにこんな依頼が来たのか、それは彼らに流れる血が関係していました。彼らは実在した伝説最強の剣士次国頼一の子孫だったんです。無一郎は自分にできることがあるのなら鬼殺隊に入隊し剣士になるのも一つかなと、そういうふうには思うんですが、雄一郎はこれを猛反対します。無一郎の無は無能の無だ、お前が剣士になったところですぐに命を落とす、それが関の山だ、分相応な人生を歩んでいけと猛反対するわけです。ただ雄一郎はこの言葉とは裏腹に、雄一郎は無一郎に対して計り知れないその器の大きさを感じていた。だからこそ逆に反対をしたんです。そのことが分かるのがこの後の悲劇です。雄一郎と無一郎の家に鬼がやってきます。そして雄一郎はもう瀕死の重傷を負ってしまいます。その場面に無一郎が駆けつけます。無一郎はもうその後記憶を失うぐらい激しく怒り戦い鬼を倒しました。悲しくも優しくて戦いをするような人じゃないあの無一郎は凄まじい力を秘めていました。無一郎は鬼を倒して雄一郎に駆け寄りますが、雄一郎はもう瀕死の状態、死は免れないような状況になってしまいました。最後の最後の場面で雄一郎は口では散々バカにしてきた弟にこう言うんです。無一郎の無は無限の無なんだ、無限の可能性を秘めてるんだ、無一郎お前は、と思えば雄一郎が恐れてきたことはこの無一郎の無限の可能性だったんです。雄一郎は分かってた、無一郎は強く優しい、だからこそ鬼殺隊に入ったらきっと命を懸けてまで激しい戦いの場に身を投じてしまう。でも雄一郎にとってそんなことは耐えられないんです。たった一人の大切な弟なんです。家族はもう無一郎しかいないんですよ。思えば雄一郎は後悔してたのかもしれません。あの山へ行くと言った父親を力ずくでも止めればよかった、そうすれば少なくとも父親はまだ生きていられたかもしれない、自分はもうそんなことを繰り返したくない、無一郎だってまたお父さんのようになってしまう、そしたらもう自分は生きていけないし両親にも顔向けできない、
無一郎はその辺のところが分かってないんだ。だから守ってやんなきゃいけない。無一郎は優しいしすごい力持ってるけど、ちょっと世間知らず、そして誰かのためなら命だってかけてきてしまう。人が良すぎる。そんな無一郎を俺が守らなきゃ、ずっとそう思ってきたんです。だから無一郎の可能性を狭めるような、そんな発言を繰り返してきたんだと思います。全ては兄としての優しさだったんです。ただ最後の最後、自分が死ぬという場面で、もうここからは無一郎一人で歩いていかなきゃいけないんだから、自分の考える無一郎の生き方を強制しちゃダメだ。ここからは彼の可能性を信じていくしかない。死に際にそう思ったんでしょう。雄一郎は死んでしまいます。そして鬼との戦いで無一郎もまた重傷を負ってしまいました。そこに彼らをスカウトしに来ていたあやめさんが駆けつけます。無一郎はなんとか一命を取り留めます。無一郎は怪我を負い、記憶も朦朧としている中、鬼殺隊当主産屋敷加賀屋からこんな言葉を受け取っています。記憶は戻る、きっかけを見落とさないことだ。この親から様の言葉の裏に、僕はこんな意味があるんじゃないかって考えました。それは過去を思い出したいという一心で、過去がないことにとらわれてはいけない、今というこの景色を大切に見てほしい、それがきっかけとなり、きっと過去を思い出すことができる。記憶を失ってしまったからこそ過去にとらわれてほしくなかった、今この瞬間を幸せに生きてほしかった。親方様はそんな風に考えていたのかもしれません。怪我が治り、無一郎は鬼殺隊の隊員として活躍をしていきます。次国より一の血を引くこの時任無一郎という男は、鬼殺隊では異例の速さで出世をしていきます。たったの2ヶ月で霞柱、柱に就任するまでに至ります。まさに若き天才なんです。他の柱と比べるわけではないんですが、僕はあえて思うのが、次国より一の血を引くこの時任無一郎こそが、才能という点においては最強の剣士だったんじゃないかなというふうに思います。彼こそがそれこそ無限の優しさ、そして強さを秘めていたんじゃないか、そう思うんです。柱として活躍していく無一郎ですが、やはりまだ記憶は戻らない、そんなある日のことです。これは小説笑わない君へでの出来事です。親方様は柱である姫島行明を呼び出し、こう言うんです。富岡義勇が心から笑うところを見てみたい。無一郎だって笑ってはいないんですけど、ただ親方様はこう考えている。無一郎は今は記憶がないだけ、本来の彼の姿を取り戻せればきっとたくさんの笑顔が見られる、だから心配はしていないよ、そんな風に考えていたようです。この話では富岡義勇を笑わせるために、柱がそれこそゲームをやったり冗談を言ったり、あらゆる手を尽くすんですが、そんな中無一郎だけがやっぱり記憶がなかったので、特に何かをしたということはありませんでした。ただ一つ言えるのは、この戦いの日々の中で誰かを笑わせようっていう、それも柱が、束の間ですが平穏な日だった、この景色を時任無一郎はちゃんと見ていました。この日だって記憶を取り戻せば彼にとっては大切な思い出になっていると思います。続いての登場は、あの運命の中合会議、かまど禰豆子、そしてかまど炭治郎をめぐる中合会議です。無一郎はその記憶を失っていることから、何か太い信念のようなものは正直持ち合わせていない。だからこそ禰豆子を処分するにしても処分しないにしても、どちらでもいいというような、そういうスタンスで無一郎は会議に臨んでいました。ただそんな無一郎が一つだけ怒った場面がありました。それは親方様が話している最中に、かまど炭治郎が話を遮った場面です。無一郎は炭治郎に石を投げて、話を遮ったらダメだよと、珍しくその感情をあらわにしていました。無一郎の記憶はその都度その都度で失われていってしまうんですが、親方様への思いっていうのは消えなかった。それだけ親方様の影響力大きいんだなと改めて驚いたシーンでもあります。ともあれ、その中合会議ではかまど禰豆子と炭治郎に関しては処分をしないことが決定し、事なきを得るんですが、そこからさらに時は流れ、無一郎に悲しいお知らせが届きます。それは同じ柱である縁柱
煉獄杏寿郎の死です。春日井ガラスから煉獄杏寿郎の死を聞いても、時任無一郎はその歩みを止めることはしませんでした。悲しくも無一郎には煉獄杏寿郎がどういった人だったのか、その記憶がないのかもしれません。ただこれはファンブックに書いてありますが、記憶を取り戻した後に無一郎は煉獄杏寿郎という男との思い出を思い出します。そして彼は大切な人だった。だからこそ記憶を取り戻した時にこの煉獄杏寿郎についての思いが溢れたようなんですが、記憶を失うということは同時に悲しみを失う。一見するとこんな悲しい記憶だったらない方がいいんじゃないかって、その方が前を向いて生きていけるんじゃないかって、そんな風にも思えるんですが、ただ僕は大事な人が死んでも泣けない、何も感じない、そんな人生は悲劇だなって、それこそ鬼と変わらないなって思ってしまいます。人の人生っていうのは喜びももちろん大事だけど、同じぐらい悲しみとか悔しさとか切なさとか、そういう一見負と言われる感情だって大事だと思うんです。だってそれだって自分を作る大切な記憶、思い出の一つなんだから。でも無一郎にはそれらが欠落してしまっている。こんなに悲しいことはないなって、そんな風に思いました。さらに時は流れ、時任無一郎が大きな功績を挙げる刀鍛冶の里での戦いです。無一郎は刀の修理のために刀鍛冶の里を訪れていました。その際炭治郎や刀鍛冶の虎徹少年に出会います。しかし無一郎は自分の記憶がない、本来の優しい無一郎を失っているので、炭治郎や虎徹少年にとても厳しい言葉をかけます。柱と君たちの時間は同じ価値じゃない、柱の歩みを止めさせるな。言葉の選び方だけ見るとまるで雄一郎のようだなって。雄一郎はもちろんその裏に優しい気持ちがあったんですけど、無一郎は上辺だけ今雄一郎をちょっとなぞってるような、そんな感覚を僕は覚えました。ただ無一郎の立場に立ってみると、炭治郎や小鉄少年に冷たく当たる、そして人間関係を構築しようとしないのも分かります。それは記憶が失われるということは、人間関係を構築したところでまた崩されていくだけなんです。いくら人との思い出を積み上げていってもすぐに壊されてしまう、そんな状況で人間関係を構築しようとはやっぱり思えないと思うんです。だって虚しいだけだし、なんだったら相手のことを傷つけてしまうだけだ。だからこそ無一郎は他人との関わり合いを避けていたのかもしれない。だって仲間と思い出を作ったところで僕はそれを忘れてしまうんだよ、そのことがあなたを傷つけるかもしれない、そうなっちゃうぐらいだったらもう誰とも関わらない方がいい、そうなってしまうのは痛いほどわかります。そんな悲しい無一郎ですが、炭治郎のある言葉がきっかけでその記憶の糸口を見つけることができました。それは誰かのためにすることは巡り巡って自分のため。鬼滅の刃をもし言葉で表すことができるんだとしたら、僕はこの言葉かなって思うぐらい大好きな言葉なんですが、これはくしくも、いやくしくもじゃないんです、偶然じゃないんです。無一郎のお父さんが言ったことと炭治郎の言った言葉は同じでした。時を超えてなぜこれが起きたのか、それは僕の予想の範疇をまだ出ませんが、きっとこの言葉は次くに頼一が残した言葉だったんじゃないかと思います。だからこそ鎌戸家に伝わり、鎌戸家はその言葉を受け継いでいった、それを体現するような生き方をしてきた。そしてもちろん次国家から時任家までは血がつながっているので、それぞれの家系でこの言葉は受け継がれていた。ただくしくも時任無一郎は記憶を失ってしまい、その言葉はついえたかに見えた。でもこの運命的な出会い、鎌戸家との出会いによりその記憶が蘇り始めたんです。その矢先です、上弦の鬼反天狗、そして玉虎が襲来し、時任無一郎はもちろん最前線で戦います。その結果上弦の鬼ある玉虎を単独で撃ちます。これ単独で上弦の鬼を撃ったっていうのは後にも先にもこの時任無一郎たった一人です。とはいえ上弦の中では5番目ということで下の方の玉虎、大したことないんじゃないのって思われがちなんですが、思い出すのは上弦の6牛太郎、そして滝です。彼らのあの異常な強さを目の当たりにしたら、それより上のランクにいる玉虎を単独で倒したというのはもう異形と言って差し支えないレベルだと思います。
まあもちろん牛太郎に関してはその性質上一人じゃ まず倒せないっていうそういう状況がありましたが、まあ、ともあれ時任無一郎は凄まじい力を秘めた剣士だなとそういうふうに思いました。そして剣の腕はもちろんなんですけど、僕が印象に残ってるのが悪口合戦。これは漫画を見た方だったら分かると思うんですけど、玉子に対してもうまるでラップバトルのような悪口合戦をもう繰り広げるんですよ。もうあのシーン、もう玉子が一番言われたくないことをどんどん言ってくる、あの頭の回転の速さね、あれはまさに雄一郎譲りだったんじゃないかなってそんな風に思うんですが、もう爽快感ありましたね。玉子という鬼がまあ最低の鬼でした。だからこそあの悪口合戦はすごく印象に残っていて、今後アニメでもね刀鍛冶の里編はやると思うんですが、その時の声優さんの演技にも注目ですね。そして時任無一郎はこの戦いの中でついに記憶を取り戻します。そしてあざを発現させます。このあざはその剣士の能力を飛躍的に上げるものですので、次の中央会議の議題になります。極めて重要なんです、このあざの存在は。現状これを発動できているのは時任無一郎、そして恋柱の甘露寺蜜璃です。甘露寺蜜璃はその明るく少々天然な性格からあざについての説明をぐわーっときてうわーっとしてみたいな感じで説明できなかったんですが、記憶を取り戻した無一郎は冷静にその状況を分析し、あざ発言の条件は体温および心拍数にあることなどを見抜きます。この功績は大きいと思います。他の柱や剣士たちがあざを発言させるためのきっかけになったことだと思います。ただあざを発言させることは同時に悲劇でもありました。あざを発言させた者は例外なく25歳までに命を落とす。そのあまりの力の前にきっと体が持たないんでしょう。このことを思えば読者や周りの柱、特に年長者の姫島行明が時任無一郎のことを心配する気持ちもわかりますが、時任無一郎はそのことについて決して気に病んではいない。そのことがわかるのが小説明日の約束です。この物語は時任無一郎が刀鍛冶の里に出向き、お世話になった刀鍛冶の鉄井戸さんへのお墓参りをすることや虎徹少年に出会うことでした。その話の中で虎徹少年とある約束をします。それは頼市ゼロ式、これは戦闘訓練用の人形なんですが、これを必ず直しておくから無一郎君は絶対にまたこの刀鍛冶の里に会いに来てねって、二人はもう戦友や親友と言って間柄になりました。そして無一郎は思うんです。鬼殺隊に入っている、ましてやあざを発言させてしまった、明日のことだってわからない、でもその明日を約束するんです。虎徹少年にまた会いたいって無一郎はそう思ったんでしょう。死を恐れてはいない無一郎でしたが、虎徹少年との約束は果たしてあげたい、そう思っていたんです。それはまるで雄一郎が弟である無一郎を思う気持ちに似ている。無一郎もまた虎徹少年の成長を見守りたかったんだと思います。その話では姫島行明があざを発言させてしまった時任無一郎を心配するっていう描写もあるんですが、無一郎はそのことに関しては特に気に病んでいないと、そして姫島行明も無粋な心配をしたなとそのように感じているようです。もちろん行明さんのこの行動はとても優しいなと思います。というのも行明さんは自分の命を捨てる覚悟はとっくにできて、鬼殺隊である以上それは仕方のないことだとそう言っているんですが、それを後輩には強制していない、このいい意味での一貫性のなさ、これが行明さんの人間的な優しさだと思うんで、全然無粋でなくて優しいなって読者の僕としては思ったわけですが、そんな場面もありました。そして柱稽古では時任無一郎は高速移動訓練の教官を担当します。この際はできる者には優しく、できない者には厳しくと、本当に正直な指導を無一郎くんはしていくんですが、優しい無一郎くんも好きなんですけど、僕あの無一郎くんのあの蔑んだ目とか物言いっていうのも結構好きなんですよね。何なんですかね、ちょっと変な気持ちなんですけど、あの無一郎くんのじとっとした目はなんか嫌いになれない、むしろ好きみたいなね、共感してくれる人いるかな、どうなんですかね。ともあれ無一郎はいよいよ最終決戦に臨みます。この最終決戦は悲しくも相手は鬼舞辻無惨とはなりませんでした。ただその相手は上限の1国志望鬼殺隊の命運を大きく分ける戦いです。ただ僕は
ここが一番語りたかった。時任無一郎という男と上限の一国志望、これは運命の対決なんです。まさにラストバトルにふさわしい相手、これは時代を超えた兄弟の戦いなんです。国志望は次国頼一の兄でした。次国頼一は一度国志望と対峙しています。頼一の力をもってすれば、あるいは国志望を倒すことは絶えずかったかもしれない。でも頼一は兄を切るには優しすぎた。国志望の悲しい運命を断ち切ることはできなかった。でもその血を受け継いだ時任無一郎がこの国志望の悲しい運命を断ち切るんです。まさに最終決戦。繰り返しになりますが、無一郎にとってこれ以上ふさわしい最後の相手はいないんです。こうして無一郎と国志望の戦いが始まりますが、国志望の圧倒的な力の前に無一郎は瀕死の重傷を負います。それでも無一郎の胸にはこの言葉がある。誰かのためにすることは巡り巡って自分のため。無一郎は誰かの役に立ちたい。だってそれが自分にとっての幸せなんだから。そう思って命を投げ出してでも、あんなに若いのにそれでも戦い続けるんです。彼の最後の言葉は本当に優しい、彼らしい。一緒に戦っていた隊員の玄弥に対して、自分もろとも躊躇せずに撃ってくれと。やはり自分がいなくなったとしても誰かのその未来を守りたかった。無一郎は力を、いや命を振り絞って国志望を撃つんです。その死に際は、僕は初めて読んだ時は若くして死んでしまった無一郎を本当に悲しいなって、そういう風に思ったんですが、でもそう思っちゃいけないんです。無一郎は死ぬ間際に雄一郎の姿を見ます。雄一郎は無一郎に怒るんです。なんでこんなに早くこっちに来てしまうんだ、お前にはもっと長いこと幸せに生きてもらいたかった。でも無一郎は言うんです。一生懸命頑張った、誰かのために血話の言葉を体現し命をかけて頑張ってきたんだ、だからこそお兄ちゃんにだけは認めてもらいたかったんだ。それを聞いた雄一郎はごめんなって、無一郎のこの頑張りを認めてあげるんです。そうして無一郎は旅立ってしまいます。そんな無一郎の死をやっぱり悲しんじゃいけない。だって無一郎は誰かのために生きて幸せに生きてきたんです。彼がかわいそうだって同情することは彼の生き様を否定する、ひいては侮辱することになってしまう。彼が望んだ道だった、彼は大切な仲間に囲まれて幸せに死んでいった、そう思わないといけないんです。でも僕も、そしてあなたも人間です。コンピューターでない以上一かゼロかでは考えられないですよね。僕なんかはどうしても無一郎が死んでなかったらとか、彼はもっと幸せな未来があったんじゃないかとか考えてしまうんです。でもやっぱりそうじゃないんですよ。無一郎は、そして頼一の血はいつだって誰かのために戦う、そんな優しさを秘めているんです。この無一郎の生涯を見て思うのが、僕たちには記憶があります。今日の記憶が明日につながっていきます。それはとても当たり前のように思えるけど、でもすごく幸せなことなんですよ。楽しいことも悲しいこともちゃんと覚えて生きていける。そして彼の生涯はあまりに短かった。でもこの戦いの教訓として、無一郎よりもはるかに長く生きてきたこの国志望は、無一郎以上に悲劇の人生だったと思う。長く生きてきたらそれだけ幸せっていうもんじゃない。大切なことは今この瞬間、この一日を大切に、そしてどれだけ幸せに感じて生きていけるか、長さじゃないんだ。本当にこの時任無一郎という男の話を通して、今この瞬間の大切さを僕は感じずにはいられないんです。そして誰かのために生きていく人は最後優しく死んでいけるんだなって。誰かのために生きることは一見するとそれはまるで犠牲になってるようだ、でもそうじゃない。優しく生きた人は優しい人に囲まれて死んでいける、僕はそんな世の中であると信じたいなって、そう思いました。そして鬼滅の刃全般に言えることですが、これは単なるファンタジーの話じゃない。実際にこの日本だってそういうことがありました。若く命を散らし未来の人たちにかけた、僕たちはその上に今を生きている。だから一日だって無駄にしちゃいけない、日々を大切にしないとな。ただ人は毎日毎日を常に全力で生きるってのは難しい。時に休むことも必要だと思う。でもその休みも含めて
大切に生きていかないと、こうして死んでいった無一郎のような若者たちに顔向けができないなって思います。日々を本当に大切にしていきたいなって改めて思いました。時藤無一郎の生涯については以上になりますが、僕は普段も、そしてこれからもこういった自分の熱い気持ちをそのまま爆発させるような動画を出していきます。他の柱についても語ってますし、特におすすめは概要欄に貼っておきますが、実況レビュー、僕が鬼滅の刃を初めて読んでその瞬間に語っていく、そういう動画を投稿してます。時に泣いたり時に怒ったりしながら撮影しましたので、ぜひご覧ください。そしてチャンネル登録の方も僕の励みになります。心が燃えてきますので、ぜひよろしくお願いいたします。そしてここからはプレゼントが届いてます。ヤシコさんから境界石のセットが届きました。ヤシコさんありがとうございます。早速ちょっと開けてみます。どどん、お味噌汁を送っていただきました。やっぱり食べ物嬉しいです。今無一郎についてめちゃめちゃ語ってちょっとエネルギーを消費してしまったので、早速一ついただきます。たくさん種類があるんですけど、普段うちではあまりやらない赤だしにします。僕赤だし好きなんですけど、うちの流儀は赤だしじゃないんであんまり出てこないんで、それが飲めるっていうのがありがたいですね。はい、お味噌汁出来上がりました。もうねめちゃめちゃいい香りがしてます。ちょっと飲みます。ではいただきます。あーいい香りマジ。あーいいね、美味しい。あーこれめっちゃくちゃ美味しい。あーめちゃくちゃ美味しいっす。これ実は喋ってると汗かいたりもするんで、これいいっすね。やっぱ塩分が取れるし、これめちゃくちゃ美味しいな。ご飯美味しいな。ご飯、あー豆腐と長ネギしみるな。美味しい。ヤシコさんありがとうございました。というわけで今回の動画は以上になります。ちょっとした幸せを提供できたでしょうか。次の動画でお会いしましょう。またね。